お疲れ様でございます。ロスジェネ世代の皆様。今日紹介するユーチューバーさんは、年齢97歳の一夜さんという方ですね。チャンネル登録は1万7000人いらっしゃいます。まあ、私のチャンネルの規模に匹敵するんですけども、どうですかね ?97 歳でユーチューバーですよ。しかも、93歳ユーチューバーが語るって書いてるでしょつまり、この人を 5年ぐらい YouTube やってるんですよね。収益化もしてますよね。しかも話す内容ってのが、ご自身の人生のことであり、これからの世代に役立つことなんですよ。私利私欲の発想ではないということが分かると思います。で、3年前に上げたこの動画、4294回の視聴を数えてますけども、終身というね、お話をされてます。これ私も6分ほどだったんですけども、聞いてみたんですね。 やっぱいいい話だなと思いましたまとめて言うとですね、これ潜水艦事故が起きたときに、潜水艦の中でまあ、乗組員がお亡くなりになるわけですけども、通常はね、我先に潜水艦の外に出ようと思って、人を押しのけて出口に向かう様のまんま、折り重なって死んでいるっていうのが潜水艦での死亡事故のこのね、常識なんですよ。ただ 日本の海軍は同じように潜水艦事故があってもその後潜水艦引き上げますよね乗組員がそれぞれの職務にあたって最後までお互いのために助かろうとしてですねお互いを助け合って自分の職場の中絶命している姿生前として亡くなっている姿を見ることができるらしいんですよそしてその潜水艦の艇長艦長ですね艦長は 衣装を残してるわけですよね。まずは天皇陛下に対するお詫び。それから日本国民に対するお詫び。まあこういったことから始まって皆さんの役に立てなかったと。ここで事故を起こしてしまって退院もしなしてしまうことになると。そして大切なお預かりした潜水艦をむざむざと使えないことにしてしまったというね。うーん。まあだからね、終身というものはいかにね自分の 高めた能力を自分のためではなくって世の中のため後世のため旗のために旗っていうのはね周りの人っていう意味ですけどね旗のために使ったってことなんですよいわゆる働くっていう行為ですけども今私たちは自分たちの生活費を稼ぐために働いてますけどもそもそも働くっていうのは自分が周りの人を楽にするためにすること旗を楽にするために行われたことなんですよね まあですので、10人でチームを組む場合、他の9人が全員欠席しても、自分一人で片手でやるっていう風なね、そういった高い精神力で、10人がことに当たったら、どんなことでも成功するでしょっていうところに行き着くわけなんですよ。それが、修身というこの授業の中でね、身につく、そういった精神力なのかなと思います。しかもこの修身という授業、別に大学で学ぶことではありません。今で言うと、 小学校の6年生までに身につけることなんですよ。それが終身です。大体6歳ぐらいから14歳ぐらいまでで終身の授業は一旦終わるわけですよ。ね。だからこそ特攻隊員の皆様はあれほどまでに優れた遺書が19、20歳で書けるんでしょうね。今私たちが自分たちの遺書を書けって言われて誰か他の人をね、心震わせるような そんな名文って思い浮かかべますかねもちろん人を感動させようと思って特攻隊員の方は衣装を書いたわけではないですよ。本当のこの国の未来を後世の人に託してですね、自分の身を犠牲にすることは、それは大したことじゃないよと。ただ、私がいなくなることによって不自由するご家族とかね、それから両親親兄弟には申し訳ないと。幸せだったんだということをね。 伝えているまあそんな文章もありますけどもね。うん、なんかすべてに、すべてにお,おいてですね。なんかこう、胸詰まるなと思うとうころでございます。ちょっと長くなると私もね、の感極まってしまうんで、この辺にしようと思います。まあぜひね、50代、60代の方、93?97? こんな人でもね、YouTuber やってるわけですよ。しかも、すごく話が滑らかでね、うん、感動に震えるような内容です。 まあ、お年寄りだからといってもね、老害ばかりではなくて、本来こういう年の取り方をするべきなんですよ。河野太郎。聞いてるか上川。そ外務大臣、聞いてるかね。加藤愛子、聞いてるか岸田総理、聞いてるか岸田、落選しろ、今度。というような形でね、最後は恨み節で終わってしまうわけですよ。うん。こういうのはね、終身の授業では学ばないですね。はい。私も収容は足りないということでございます。 はい。こちらの吉野秀明チャンネルもご覧ください。それでは。